はい、今度はスクワレル、これ61です。やっぱり春ですね、これからの季節に一番僕が使うルアーの一つなんですけど、基本的にはキャストして2回ジャークして1回止めるっていう使い方をしてます。で、一番肝になるのは2回ジャークさせて1回止めた時にこうしっかりスタッとルアーが止まるようにすごく意識してます。まあ、この時にダラダラ動いてしまったりとか、あるいはこう強くジャークさせすぎるとこう回転しちゃったりするんですね、ルアーがくるっと。こういう時ってね、やっぱりちょっと、威力が半減するんですね。ピタッと止まったルアーに対してすごくバスが反応してくるので、しっかり止まるようにすごく意識をして使うといいと思います。